どうもジャップルです。どうしても開封したいフィギュアをサクッと開けて紹介する DT 開封のコーナー。今回はこちらのマーベルレジェンドのブラックナイトのフィギュアを開封していきたいんですけど、こちらは夏にやった宇都宮アメトイ探しの旅の動画の中で購入したフィギュアで、まだ開けてないのかよっていう感じなので、僕もいい加減開封したかったので、今回サクッと開けて紹介していきたいと思います。パッケージの方はこんな感じのブリスターパッケージになっていて、発売は2007年で、この頃はサイドにコミックのイラストが載っているデザインでした。僕個人としては今のボックス仕様よりこういうブリスターパッケージの方が結構好きですね。後ろはこんな感じ。ブルードクイーンシリーズということで、こちらのビルドフィギュアが完成するんですけど、全部で8種類あるので結構多いですね。僕は全然集めていなくて、まだ数パーツしか持っていません。パッケージから出すとこんな感じで、フィギュア本体の他にブルードクイーンのビルドパーツ右足が3本付属しています。あとこちらのビルドフィギュアの組み立て説明書と当時のハズブロのカタログが入っています。スパイダーマンオリジンズとか載ってますね。いろいろこういうカタログ見るのめちゃくちゃ面白いですよね。マーベルレジェンドもアイコンズとかアニヒラスシリーズ、ブローブシリーズ、あと当時のゴーストライダーの映画のフィギュアなんかも載っていますね。フィギュアの方出してみるとこんな感じで、本体以外の付属品はこちらの盾と剣ですね。早速フィギュアの方見ていきましょう。このブラックナイトは旧アベンジャーズのメンバーで、名前の通り鎧を着込んだ騎士のようなキャラクターで、こちらの鎧もコミックのデザインに忠実な感じでしっかり造形で再現してあって、非常にかっこいいですね。ブラックナイトには欠かせないこちらの剣エボニーブレイドも、刃の部分が真っ黒でデザインが非常にかっこいいですね。しっかりと手に持たせることが可能です。あとはこちらのベルトの部分にこんな感じで刺すこともできるみたいですね。もう一つの付属品の盾は、この後ろの部分を手首にはめ込んで、こんな感じで装備させるみたいです。結構大きさがあるので飾ったりする際はちょっと邪魔そうな感じはあるんですけど、ボリュームもあって雰囲気はバッチリですね。やっぱり剣と盾を装備させるとかっこよさが格段に上がりますね。ですけどこちらのフィギュアはトイビズからハズブロにマーベルレジェンドが移った低迷期のフィギュアなので、稼働が少し残念で、こういう肘とか膝はどちらもシングルジョイントだったり、胸の屈伸部分もあまり動かないとか、手足の可動部も少なかったり、ちょっとこの辺は微妙と言わざるを得ないですね。可動面は少し微妙だったんですけど、こちらのフィギュアはこんな感じで、すだちが非常に決まりますね。鎧とかの再現度も高くて、造形面がいいのとスタイルもいいので、立たせてるだけで非常にかっこいいなと思います。この頃のレジェンドはちょっと微妙な出来のものが多かった中でも、このブラックナイトはこういうパッと見のかっこよさではかなり上位に入るんじゃないかなと思いますね。サイズの方はトイビズ版のマーベルレジェンドたちと並べるとこんな感じで、平均的な6インチサイズになっています。ブラックナイトはハズブロレジェンドかなり初期のフィギュアなんですけど、近年のマーベルレジェンドたちと並べても特に違和感はなくていい感じですね。はい、ということでこのフィギュア一通り見ていったんですけど、なんとこのブラックナイト、来年のマーベルレジェンドに新しいものがラインナップされるみたいで、僕はちょっとタイミング違いで古いものを買ってしまった形にはなるんですけど、その来年出るフィギュアの方はこのブラックナイトとは、コスチュームのデザインも造形も全然違うものみたいで、特にこのブラックナイトってかっこいいんですけど、ちょっと足りないものがあって、マントがないんですよね。で来年出るフィギュアの方にはきちんとマントついてるみたいなので、その辺も比較して、またこのフィギュアと一緒に比較レビューみたいなこともできればなと思っていて、今から発売が楽しみですね。ということで、今回開封したのはハズブロマーベルレジェンドブルードクイーンシリーズブラックナイトでした。今回もご視聴ありがとうございました。